アジアンご飯が食べたいということで買ってきたのが山森さんの顔漫画のもと、1、えー、キュッパでした。あとチキンと、えー、タイの香り米、えー、ジャスミンライスですね。それでは、えー、顔漫画作ります。 と言ってますすが、えー、超簡単なんですよね。これご覧いただいて分かると思うんですけど1番がまず、えー、炊飯器に、えー、研いだお米入れて、えー、炊き込みスープの素を入れますで2番が、えー、2合分のお水を入れて鶏肉を入れてあとはスイッチを押すだけなんですよこれだけでとっても美味しい、えー、顔漫画ができるので、えー、早速やってみたいと思います カオマンガイの素の箱の中にはこの2つが入ってました。1つは炊き込みスープの素。そして1つは漬けダレです。この炊き込みスープが、えー、とってもいい香りで、えっと、ネギと生姜とニンニクかな、えー。その香りがして、あとチキンの香りもしましたね。これが肝ですね。この炊き込みスープがとっても美味しいので、まあ超簡単に炊飯器でカオマンガイができるわけですね。タイ米はこちらになります。カルディコーヒーさんで買った、えー、タイ香り米ジャスミンライスですね。 なんかこれタイの高地にある限定された水田で生産されてる高品質なお米らしいんですよねこれもどんな味がするのかとっても楽しみですえそれではえタイマイを軽く水で洗いますざるに、えー、ザッと入れますやっぱりタイマイ細長いですよねあ乾燥剤入っちゃいましたねこれ乾燥剤あるあるですねえ乾燥剤を取ってえ水でさーっと本当にねさーっとだけでいいんで洗います洗ったら炊飯ジャーに入れます えー、炊飯ジャーに入れたら、えー、とっても美味しい香りのする炊き込みスープを入れますそして2合の目盛りまで、えー、水を入れていきますもうちょっとかなこのぐらいですかね、はい、水を入れたら、えー、チキンをチクチクして、えー、チクチクしたチキンを炊飯ジャーにセットしますこんな感じちょうどチキンがひたひたとなるぐらいですかね ここまでできたらあとは炊飯器のスイッチを押すすだけさて今炊飯中ですけど炊飯し始めて20分とかで湯気が出てくるんですけどあの湯気がもうめちゃくちゃいい香りなんですよねなのでもう食べる前からもう美味しいの決定って感じの香りがしたんですけどそんな中40分ぐらい経過すると炊けましたねもうねとってもいい香りしてますけど炊飯ジャの蓋を開けるとさらにいい匂いがするんですよねとってもいい香りチキンのめちゃくちゃいい香り ニンニク、生姜、ネギ、ね、の香りが合わさった極上な香りですね。それでは、えカオマンガイい,いただきます。チキンがね、プルンプルンしてるんですよ。うわ、もうツヤツヤしてますね。あ、チキンめちゃくちゃ柔らかいですね。やっぱり炊飯器だけはチキン柔らかくなりますね。そしてこのチキンの旨味を吸いに吸って吸いまくったタイマイジャスミンライスが、これめちゃくちゃ美味しいですよ。<laughs> これなんだろう予想以上の美味しさで驚きましたね。全然パサパサしてないんですよね。まあ、チキンの油がいい具合に、え、タイ米に染み込んでるのかあれなんですけど、えー、っと、パサパサしてない。逆にもちもちしてるんですよね。そしてこのホロホロのチキンが、あの、炊き込みスープ吸ってめちゃくちゃ美味しいんですよ。そしてこのタイ米ですね。ジャスミンライスが香りよくてもっちもち。予想以上に美味しくてちょっと驚きましたね。このジャスミンライスは本当に美味しいですね。 さて、このほろほろにえ味の染み込んだチキンを漬けたれですね。これにつけていただきます。あ、甘いけど、お、辛さもきますね。ネギと生姜とニンニクもありますね。レモンの酸味も感じますね。いや、このつけたれ美味しいですね。なんかサラダのドレッシングにしても美味しそうな、なんか万能的に美味しい漬けたれですね。この甘さと辛さのバランスが絶妙ですね。ちょっとたっぷりつけていただきますね。たっぷりチキンにつけて。 いただきますあ最初は甘いんですよね甘いけどその後に追いかけるように辛さがきますねでも辛さもさほど辛くないんですよね抑えられてる辛さですねそこにえチキン生姜、ネギのうまみが入って酸味も加わってもうご飯が止まらないですねきゅうりもサクサクで美味しいです えー、炊飯器でとっても簡単に作れるカオマンガイ、えーと。予想以上の美味しさでちょっと驚きましたね。炊き込みスープもとってもコクあって美味しいし、漬けタレもめちゃくちゃ美味しいです。えー、山森さんの、えー、カオマンガイのもととっても美味しいのでおすすめです。それでは、えー、ご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。失礼します。